こんばんは。前回の続きやっていきます。まずちょっとねチケットあるんですけど、その前にコインがね、今回これかな、ユニフォームコインとエンブレムコインっていうのが手に入っているので、これをまずもらって、ここオプションの中だったっけ、コインマーケットに、ここですね、交換所があるんで回すのかな。まずエンブレム、ああ選ぶんだ、なるほど。あ、どれがいいかな、このあれかな、ペンピカって今あの久保くんがいるところかな、スペイン、なるほどね。バイエルンとかアーセナル、バルセロナ、アルサーズ、あ、なるほど、この中出るんだ、ガチャ回してね。オッケー、分かった。あ、スペインピカ来た、なるほど。まあまあまあ、まあ、悪くはないかな、これゼロ、なるほど、こういうやつなんだ、ユニフォームも。あー、いいね。何出る、あー、ボルトか、なるほど。じゃあ変えようか、ユニフォーム。ユニフォームはここかな、オプションの中の、ユーザー情報かな、ここで交換できます。こっちが、ホームでこっちがアウェーなんですけど、画面上ではね、今試合したらこっちが見れるんですよ。で、対戦相手はこのユニフォームが見えてると思いますね。練習して手に入ってきたブルトに変えてみようかな。じゃあこっちは、こっちに変えてみよう。OK かな。国とかエンブレムとかいろいろ変えれます。あ、さっきの、これも変えようか。すごい、どれが便利かわからない。どれだい、これな、これになるのかな、あったのかな。でもなんかちょっとダサいな。3周年とかのがいいかな。すごい、3周年これ戻すか、このがいいかな。あとガチャがあるんでやっていきましょう。グローリーやって最後の方にレジェンドとかを残して、これはねランクマッチの報酬のスクラッチですね。これはちょっとやりません、飛ばします。まずグローリーからいきますかね。これ 1,2,3 が出ます。白が1で黒が2で黄色が出たら3、1、持ってるやつだったら一応フュージョンしてセンスはつくんですけど、これなんですね、処分ですね。次はもう、あ、これも 1,2,3 ですね。緊張、期待を込めて、キーパーこんな感じになってるんだ。キッカーは多分デヘアが、ユニフォームさっきボルトのやつに変えたんで、そのキーパーが今の色なんですね。あー、なるほど、いらないですね、後で処分しよう。あとはもう確定でいいのかな。これは星3が出ます。臨場の瞬間、運命のシュートは今、頼む、素材ちょうだい。どうだ、あー、じゃあ、もう、あ、まだあるわ。緊張の期待を素材出ないな。さあ、深く持ってるけど使ってないですね。確かグレード100ぐらいなんで、もうメンバーの中にも入れてないと思います。次は4以上かな。あ、まだあるわ。ブラジル代表3以上。ブラジル代表の3、4、5が出る可能性がありますね。銀が4で金が出たら5、それ以外は3ですね。期待を込めて。どうだ？キーパーか。ちょっとキーパー無理だな。デヘア使ってるんで。あとは？
そういうんじゃないかな。もう終わりかな。あとは4以上。陣長の陣が4で、金が出たら5なんですけど、4ですね。はい、どうだ持ってればね、ちょっとね、一応フュージョンはできるんですけど、はい。処分した LB500 かな。5万になると、レベルの上限値1上げれます。陣長の瞬、運命の瞬、これが5なんですよ、金色が。残念。どうだ運だね。さっきから出てるのは、今イベントやってるんで、それの、なんかこう、達成した報告みたいなのがずっと画面上に上の方に出てますね。これブラジルか。緊張の瞬間、運命のシュートが今。はい、4、ブラジル代表。どうだ？いらないっすね。これオランダ代表の4以上。陣長の運命のシュートが今。いや全然出ない。ここが欲しい。いらないっすね。持ってない、これもオランダ代表の4以上。陣長の瞬期待を込めて。うわ4か。さあ行ったぞ。全然出ない。91か。前だったら星5だったんですけど、変わったんですよね。今92以上 ?94 以上 ?92 以上なのかな。変わったんで、残念。4でもいいから、処分するときの LB のポイント増やしてほしい。もうないのかね。あった。4以上。順調の全然出ない。素材が。うわ。あれが5なのに。さあ、行ったぞ。キーパーがいらない。あとはもう 10% いきますかね。星5が出る可能性が 10% です。陣長の瞬、運命のシュートが今。4ですね。しょうがないな。さあ行ったぞ。本当出ない。この10%だ。この運命のシュートが今。うわ。どうだ。いらないですね。10%。緊張の期待を込めて。うわ、2個通っちゃったよ。さあ行ったぞ。残念。全然何も出ないな。素材でも出てくれたらまだ使い道があるんだけど、出ないですね。10%。緊張の期待を込めて。どうだ？残念。運命のシュートが今。おーおーおーおおあー、ずれてる。惜しい。持ってないですね。それと次は 30% やりますか。最後にレジェンドが出るかもしれないのいきますかね。運命のシュートが今。ほい。おーおーおお、ずれてる。出ないよ、1枚も。ついてない。いらないよね。出ないのか。緊張の期待を込めて。うわ、出なかった結局。ついてない。いらないよね。じゃあ最後に2枚、レジェンドカードが出るかもしれないガチャね。緊張の瞬間。いやー、しかも銀になりそう。期待を込めて。いや、どうだ。全然ダメだ。前だったらね、これでもね、星5だったんですよ、90に。いらないっすね。
長の期待を込めて全然出なかった、残念。いや、しかも何も素材も出なかった。いや、これいかんね。LB がね5万以上あるんで限界突破しますかね。限界突破っていうのはこの今レベルが84なのが85になりますね、1上がるんで。これね90まで持っていけるんですよ、レジェンドは。で、通常のカードだったら70スタートで80まで、レジェンドカードは80スタートで90までです。これ上げましょうかね、限界突破で。ここね今ほら6万8000ぐらいあるでしょ、これの5万使います。で、レベル大きいね、84で3000、あ、じゃあ8399か、85で8936、537かな。結構上がるな、1回で。結構強くなった。クロースがね、まだね、終わってないんですよね。この結構ブーストすると、センスがついて、あと2回覚えると、ロックが解除されて、これがね、解放されるんで、フュージョンしようかな。素材が確かあったと思う。銀のシューズだったかな。これ使うんですよね。2個ぐらいあるかな。これ使って2回すると、ロック解除されるんで、これがね、試合中エキサイトメントポイントが 50% アップってやつ。結構大きいんですよ。ちょうど今、チャンピオンシップ始まってるんで、必要ですね。だから C 以上がつくのかな。これでついたら C かな。次行ったら A か A か B ですけどね。おお、これ A か B、 いいんじゃない。 B っぽいけど。やってくれました。あー、でもいいね、 30% プラスか、いいんじゃない。パワー3年とか。じゃあもう一回オペさせるか。これでロック解除ですね。これ解除されて、これを覚えて、まあ C 以上だと思うんだけど。これで C でしょ。次行ったら A か B だけど。次行って A はつかないのかな。もう B はつくのは決まってんのかな。 A で頼む。やってくれました。ディフェンス 15% か。うわ、これ確定、これ確定、これでいいや、これでいいですね。できた、やっと。新しく始まったイベントがチャンピオンシップ始まってます。ちょっとね、試合がまだね準備期間であと1時間かかるんで、ちょっとこれは今日できない、動画ではちょっと収められないですね。こっちはねランクマッチですね。ちょっとランクマッチもリセットされて、1回リセットされたんですよね。残り6日間でこれを今レベル、ダイヤモンドのレベルの1ですけど、4になると、リセットされてまたレベルの1からできます。この中に月の頭かな、超ブーストを保持するとか銀の保持するとか補充されるんで、それが欲しくてずっとダイヤモンドキープしてますね。試合しましょう。イエローカード1枚以内抑える、これできるんで、そういう時はね2、3が使って数値2倍、で BP が4だったら各4だけど、5にしましょうかね。フルですると1800×5 でもう9000あるんですよ、これで。でただ試合に負けたらマイナス900なんで、試合に負けたら1800マイナス900で4500しかないですね。ここで試合しよう。さあキックオフ、どうかな。一旦預けて、ちょっとね相手強かった、強いです。16万ぐらいありましたね先日。おお、ただあのレジェンドカードはそんなにいなかったように見えたけど、あとセレクトスキルって特殊なスキル持ってるのキーパーだけだったような気がする。ここは通さない。レフリーよく見ていました。オッケー、来た、シュート、こぼれた、頼む、高さに強い、オッケー、オッケー、
今のは見事な得点でした。いや素晴らしい。止めた。パスを出す。パスで繋いでいく。中央チャンス。ネイコーレはオッケー。今のところいいよ。このユニフォームなんかちょっとダサいな。まあいいか。これはあれだな、アウェー用に変えようかな、このボルトの。キックオフです。パスを出す。いやいや、ファールです。フリーキックです。ジュオチャンス。おー取られそう。持っていく。おい、いいか。ここは通さない。持ってるやつだな、自分が。全く一緒だ。奪って。前半悪くないですね。いい、素晴らしい。ミラクルシュート。オッケー。あいつね、16万以上あったと思うんだけど、やっぱりレジェンドカードが何枚かないとやっぱきついですよね。自分より戦力低くてもマラドーナとかいるとちょっとなって感じ、負けそうって思いますもんね、試合する前から。今のは見事な得点でした。ここで前半終了の。いや前半悪くないですね。よか、いいですね。さあリードしたまま後半のキックオフです。縦に送る。フラッグが上がっています。レフリーよく見ていました。フリーキックです。今ちょっとね、あーっとやめて。おお。相手のフリーキックになります。おお素晴らしい。画面真ん中左、今サイド試合レベル3って、これ選手何人かで出すスキル、自分が今出してるスキルですね。やばいんじゃない。うわー決められてしまいました。このメッシはクラブのユニフォーム着てるメッシですね。自分のは代表のユニフォーム、アルゼンチン代表のユニフォーム着てるメッシです。だからグレードは一緒ですね、両方とも100。自分も100です。シュートいいんじゃない。シュートを止めた。キレのあるドリブル。ジュオチャンス。これは守護神止めた。いない誰も。止めた。あの今ミリック。豪快なシュート。決まった。いやいいね、素晴らしい。ちょっとこのユニフォームちょっと嫌だな、変えようかな。また元に残した方が良さそう。キックオフです。まるで鉄壁。一旦預けてパースを出す。やばい、これは勝てるんじゃないかな。相手のコーナーキックになります。相手の、チャレンジもこのままいったら入ってくるんで、1800プラス780プラス試合に勝ったら600かけ5できます。つけて、ここは通さない。結構一気に上がる。うおー危ない。ゴールキック勝ちました。オッケー。いや悪くない、よかった。試合に勝ったんでコインが6枚で BP5 を使ったんで 6×5 で30。これ結構入るよ。600プラス1800プラス780×5、 大きいで、レベル1回上がるともうこのレベル2から下には下がらないんですよ。例えば9630仮にマイナスあったとしても、ここから下がらないですね。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。